聞いてねえよな。お前そんな話聞いてねえよ、バカな。お前がね、お前。前回6箱開けてコンプできないっつうね。悲劇。いや、あのさ、絶対コンプできると思ったのよ。正直、ギリでも。6箱全部開封して、ギリギリでもコンプできると思ったらできなくて。ラスト1枚ね、三玉。白むくの三玉が出てないから、出るよな。まあ、ワンボックス2枚。超激レア。まあ、2、3枚だからさ、めちゃめちゃ種類あるから、鶴の恩返しはギリ出たんだよね。しかしながら、こんなに種類あるからピンポイントで持ってない白袋三玉が出るかどうかという話なんですけど、まあでも他もコンプしてる。シークレットもすげえ良かったよね。しかもバンバン出るっつうのはシークレット。ではでは、全種類コンプリート目指して、ワンパック決め。超キュリスリス、トツカデッテ、トツカデッテ、トツカデッテ、トツカ。一発目から白むく、おー、にゃんコンビ、熱い日も涼しく。あー、やべえな、マジで。緊張、マジで緊張する。あー、やべえ、今日コンプでいいかな、どうしよう。今日で決めたい。マジで。今日で決めたい。できればね、白むくの見たは2枚欲しいけどな。被りたいけど、そんな余裕ないから。とりあえず今日コンプできれば勝つというのね、大勝利中の大勝利中の大勝利。ねえねえこと。あー怖え、出るかな、右半分で出てくれたらすっげえ嬉しいんだけど、まあでも 2,3 枚は出るから、まあ、確率は高いよな。ウィアスビッグな、猫ウィアスビッグ、よし頼むぞー。もうそれ出るはず。右半分1枚、左半分2枚ぐらいが、おー出たー、超激レア。いやマジボルトすごいだよね。雷の精霊ボル、これもう4枚ぐらい出てるかな、髪のせるボルトね。いやまあ嬉しいんだけどな、カードショーかっこいいしさ、絵もかわいいし、めちゃめちゃ嬉しいんだけど、超激レア枠が1枚埋まっちゃった。いや白袋見た目レアなんかな、マジで。超激レアの中でも出ない方なんかな、全然出なかった。いや6箱開けて出ないのあるってやべえよ、マジで。6箱だよ6箱。まあ敵ね、敵シリーズ、今回も敵シリーズ、あの敵のさ、この赤いバッグかっこいいよね。次の敵も楽しみ、何来るんだろうな、次。前回のカオル君とかニャンダムもすげえ良かった。今回のね、バハムートとかバルキリーも良かったよな、すごいな。ニャンコンビー伝統ゲイノー。ニャンコも面白いね。まさかカードでゲットできるなんて。ニャンコ初めて来た時びっくりしたもんな。ニャンコもカードに来るんかって、どの、おー、ネクウエアスベグ。もうかぶって、ワンボックス内でかぶっとるぜ、おい。ワンボックス内でか、頼むぞ、マジで、ほんと。空気読めよ、マジで。絶対来いよ。うわ、やべやべ。窓辺の乙女に来う。ラプンツェルっていうね、なんかちょっとね。ラプンツェル的な感じ。いやー、頼む、頼む。本当に、右半分で来て。でも、次、やっぱ出るの左半分かなー。あー、やべ。ワンボックス内に被りまいってよ。精神統一な。呼吸を。全種コンプリート、三玉の呼吸をな。白袋三玉デレゴイヤ、白むくのみ。さあ、バルキリー、バルキリー、敵シリーズ、バルキリー、左半分に突入。うっそ、マジでか、聞いてねえぞ、今日出るよな。あと2枚ぐらいは、いや、1枚は確実に出ると思う。ただ、2枚は分からん。1枚は確実に出れるね。中二病。ロックマンってなんか、もののけ姫っぽくてね、いいよな、そのね。そんなこと出る場合じゃねえんだよな。余裕がねえんだよ、余裕が。頼むぞ。見たま来いよ。俺は信じているぞ。あー、マジか。超激レア出たのに。うわ、やべえ。まあでも、あと1枚出る可能性はあるんだけど、超激レア。2枚、外した。6箱開けたのと同じパティンじゃん、これ。うわー、麦わら、テサラン。くそー。マジでかい、ふざけんなよ、マジ。出ろよ、見たまま。いや、もうわかんない。最後の最後に出るかもしれないから、まだわからん。まだわかんねえ。まだわかんねえ、デルッテトカゲーと。ノーマルシリーズのデザインいいよね、これね。マジで。ほんと、ほんとマジで T ポイントしたい。T ポイントカードっていうクレカでもいいけど、カードで使いたいよね。実際使えるカードで欲しい。頼むぞ、俺は信じていい、大凶乱のゴム、猫。だだだだ。トツカネットトツカ、やべえな、マジで。マジでやべえ。ちょっと待って、ほんとにこれ。やべえ、すげえ。見たま、マジで。これ7箱目だよ。7箱目。7箱開けて見たま出ないんだぜ。やばくねえか。
それはないだろ、頼む。うわやっぱダメか、敵全部出たな、ワンボックスでね、クオリネダダーン、バックルコーン、バックルコーンからの頼むって、ちょっと本当に空気読んで、もう出ろよ、行くぜ行くぜ行くぜ、チロリスウッド、ちょ出たのに衝撃、うわ3枚出たのに、3枚出たのに外すっていうね、うーわもう出ねえよ、絶対出ない、もう3枚出たもん、衝撃レア、衝撃レア3枚も出たのに、なんでだよ、衝撃レアボルト、雷の精霊ボルト、衝撃レアで黒獣ガルディアン、はあ、衝撃レア、そしてね、あーマジでか、麦わらテサラ、衝撃レア3枚出たのに、なんでこのピンポイントで外してくるわけ、なんでピンポイントで外してくるの、見たま、絶対、いやでも絶対欲しいわ、見たまはマジで欲しい、いや本当にこれやっべえ、次回だ、いや本当ごめん出せんかった、くっそとか言ってさ、シャッフリングでもう一枚入ってねえかな、そんなのボックスだったら4枚入ってることは絶対ないと思うから、シャッフリングだったら可能性はあるんだけど、やっぱないよね、いや5回でジョータロー、ジョータロー、おら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 、いやくそーマジで泣きそう、あるかな、まだちょまた探してくるわ、リベンジ、復讐だよこれ、リベンジということで最後のチロリズ、やっぱりね、なんか相撲猫最後に出る率高くない、前も相撲猫何回か2回ぐらい最後に、3回ぐらい出たから結構出たよね、最後の方で出て最後にも出たような気がするけど、うわ見たまこれ見たま、おいマジでか、いるかな、いないよ、ここにね、くっそー、ということで今回も敗北、あー今回も敗北、シーケットも出なかったしな、え、マジでか、こんなに苦戦するけほんと3枚出たんだぜ、3枚うまい具合に、ただ全部かぶりっつね、そう見たまの野郎ふざけやがって、ということでまた次回ね、次こそはね出すから、全種類コンプリとかいれ、お会いしましょう、今回は神の精霊のボルトと黒獣ガルディアンと麦わらテスト、気持ち悪いよなでもこの気持ち悪いデザインがマジたまらん、いいよな、気持ち悪いデザインがカムクワもいてね、夏休みって感じがするわ、麦わら、これマジで怒られないのかねまあ許可取ってるか、さすがに麦わらって書いといて、もうこのデザインだからさすがに許可、あでもこんぐらいだったら怒られないのかな、うん、まあ、明らかにルフィじゃないもんね。麦わら被ってるキャラもたくさんいるだろうし、まあ、この服装だってたまたまね、被ったって言えば、お前ちょっとでもなんか怒られそうだけどね。ルフィっぽいもん。やっぱそのキャラを見て違うキャラを連想するってことさ、ね、これの場合だとルフィ連想しちゃうから、やっぱダメな気づくけどね。まあ、ダメだとしても許可取ってるだろうね。まあ、ね、ニャコ大戦争だからね。いやー、くそー。次回絶対出てくるよ、見たわ。マジできつい。いやまだ売ってると思うんだけどね、いやー出るかな、次回こそ白袋見たまでお会いしましょう、コンプできんかったー、マジ、くそつれえマジ。